こんにちは、リクです。いよいよ私たちのオンラインゲーム開発がスタートしました。前回はキャラクターにアニメーション動機をつけました。今日は弓とかエフェクトなどの動機をつけていきます。今日も頑張るぞ。そしていつものように私の家にみんなで集まっています。とっても可愛いですね、すず先輩。うわ、可愛い。どれにしようかな。はい、はいはいはい。私は弓を打つプログラムを作ってみました。誰か試しに打ってみて。にゃーん、すず、弓を打ってみたいです。あ、私がやるんで大丈夫です。マウスのね、左クリックで矢が打てるよ。カチカチってやってみて。ほら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 、いけ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 。どう、みさきちゃん、矢のスピードが速くていけてるでしょ。イエーイ。リクさん、イエーイではないです。まずゲーム内のリクさん、矢が刺さりまくってるではないですか。痛々しいです。それにこの矢ですが、スピードが速すぎて弾道予測ができません。今の状態ですと楽しくゲームなんてできないです。どうしたらいいんだろう。弾道予測、弓の軌道か。放物線を描いて、さあオペの時間だ。放物線はあれだな、気持ちよく弧を描いた方がいいから、原点から X と Y の距離をルートで計算して、サインの計算式か。ふっ、全くわからん。お兄、今どこだ？どうした楓、大学の研究室だが。三角関数についてちょっと聞きたいんだけど。ん？三角関数？実に面白い。楓ちゃん、急にどうしたの？今からゲーム開発やるぞ。急に？あのさ、弓の計算なんだけど、関数計算ってのが必要で、難しいことは後で説明するから、ちょっと今からプログラムをいじるぞ。なんかすごく難しいことしてるね。これでよしっと、弓、打ってみ。はい。わぁ、楓ちゃん、すごいよ。だろ、な。へえ、ありがとう、楓ちゃん。綺麗な弓ができたね。嬉しい。感激してる場合じゃないぞ、リク。まあそういうこと。あとは動機処理を頼んだぞ、リク。それでは、これから弓と弓が当たった時に発生するエフェクトを動機します。まずは矢を飛ばす処理の動機を行っていきますね。さっき楓ちゃんが作ってくれた処理を RPC で呼び出せるようにします。関数名はコールシュートアローにします。わかりやすくつけろってアポロに言われてるからね。この関数に前回使用したストリクス RPC アトリビュートを追加します。打つ位置と角度を引数として設定します。それぞれベクタースイーのポジション、ローテーションとします。この中で楓ちゃんが作ってくれた処理を呼び出します。こういう感じ。これで OK と。次にエフェクトを再生する処理を作ります。関数の名前はプレイエフェクトとします。エフェクトの再生位置を変更して再生させる機能です。こういう感じですね。この処理も RPC で呼び出せるようにします。名前はホールプレイエフェクトにします。矢を打つ処理と同様にストリクス RPC アトリビュートを追加します。引数にはベクター3のポジションを設定します。関数の中で先ほど作ったプレイエフェクトを呼び出せば完成です。
最後にキャラクターに矢が当たった時にエフェクトを再生する処理を追加します。これでよしと。これ以外にもキャラクターの動きもついでに動機つけていこうと。では早速試してみます。これから左右の画面で同期していることを確認してみます。相手に弓が当たるとこのようにエフェクトも同期されます。続いて他の動作も同期してみます。焚き火に火をつけてみます。はい、このように左右で火がついたことが確認できました。切り株にも座ってみましょう。よいしょ。はい、このようにお互いに座っていることが確認できました。同期処理大成功。イエーイ。ハイタッチ。イエーイ。ヤオヤオヤオ。何かご用でしょうか。